JBC 二歳優駿ということで見ていきたいと思います。秘密結社ペガム総帥発注でございます。JBC のね、二歳制はまだ門別でやるんだね。いずれ統合されるような話があったはずなんだけれども、まあ、もともと北海道二歳優駿 G3、JPN3 ってことでやっていたレースが、まあ、JBC と同日程みたいな感じにはなっているわけです。まあ、そんな中でもね、今はまあ門別でやるってこともあって、門別組優位みたいな流れがある中でね、今回はまあこんな感じでいきたいと思います。まあ、軸は10番のパッションクライ前売り3番人気。まあ、前走ね、門別で重賞も完勝してますしね、まあ、JRA 勢相手でも、まあ、門別組を優位に見ていく。やっぱりね、調教過程とかその辺を考えるとね、そういう風に見て、この馬を軸でいきたいと思います。そして1番のダバイエスペランサ、まあ、そのサンライズカップの3着馬ですね。まあ、北海道では上位安定してますし、まあ、良くも悪くもキャリア豊富。まあ、北海道の、ね、日程の関係でたくさんレースを使ってしまうっていう中で、まあ、悪く言えば疲れてる、まあ、よく言えばこうレース経験豊富でね、内からうまくさばいて出てくるんじゃないかということで入れておきたいと思います。まあ、そして3番のフォーエバーヤング前より1番人気、まあ、信頼と実績のやはり厩舎、まあ、一戦一勝というキャリア、 JRA 勢のね、そういったところが気がかりなんですけれども、まあ、期待のリアルスティール3区、まあ、ダートでどこまでやってくれるかなというふうには思っております。まあ、そして5番のブラックバトラー、まあ、門別でね、この馬も重賞勝ち馬ですからね、まあ、サンライズカップはパッションクライに負けてはいるものの、まあ、こっちが勝ってしまっても驚かないというような感じで思っております。で、12番のサンライズジパング、まあ、芝の新馬戦でね、ダノンエアーズロックに負けた後、まあ、前走ダートでの初勝利、まあ、フォーエバーヤングかサンライズジパングかどっちの時計を優位に見るか、まあ、つまり新馬戦の勝ち時計としてはフォーエバーヤングは優秀だけれども、まあ、2戦目ってこともあってサンライズジパングの方が時計としてはさらに優秀、まあ、この辺のね、後先をどう見るかってことで、まあ、JRA 勢からは人気ですが、この辺を入れておいて、まあ、地方馬中心というか地方馬を軸にしたあの馬券構成で今回はね、行ってみました。まあ、そんなわけでですね、まあ、またこういった形で、地方重賞に関してはこちらのチャンネルでやっていきますんでね、まあ、メインチャンネルともども、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。